とうございます。さすらいサフ TV のカナンです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今日は10月の28日の木曜日、朝のちょうど3時です。今日は今から湘南に行きたいと思います。で、実はですね、昨日も湘南に行ってて、なんでかっていうと、昨日千葉北クローズしてて、そしたら湘南が、胸肩とかで50点ぐらい朝ついてたんで、うわ入りたいと思って急いで行ったんですけど、もう私が着いた頃にはもう潮も結構上がっちゃってて全然割れなくて、で最近なんかこう朝が干潮でそこから上がったらもう上がりっぱなしっていう感じの態度なので、ちょっとねもう着いた頃には遅くてもうほんと全然乗れなくて悔しかったので、今日はその朝の潮が引いてる時間帯を狙ってちょっと行きたいなっていうふうに思ってます。で、まだ波情報サイト更新されてないのでちょっとサイズ感とか分かんないんですけど、もしかしたら台風のうねりがちょっとだけ反応してくるかもしれない。で、昨日の夕方の時点で、うねりとして胸とか胸肩ぐらい、残ってたみたいなので、サイズが残ってることを期待して、しかもね今日昼過ぎぐらいから用事があって、12時ぐらいにはこっちに戻ってこなきゃいけないので、今からマッハで行って楽しくサーフィンしてバーって帰ってきてっていう感じで行きたいと思います。いやすごい楽しみです。ということで早速準備して向かっていきたいと思います。行ってきます来ました。綺麗、めっちゃ。なんかちょっとねここは深そうだけど、でもうねってはいます。ちょ、波情報サイトでもセット胸って書いてあって、結構ねセットはいい感じで割れてます。でももうちょっとなんかいいとこがありそうな気もするので、でもねあっちの方とかできそうなので、ちょっととりあえず作戦会議したいと思います。寒い。考えたんですけど、やっぱりここで入ろうと思います。10時半ぐらいには出なきゃいけないんで、今6時だから、そんなねなんか波チェックとかしてる時間ないなと思って、とりあえず着替えて入りたいと思います。はい、海着きました。すごい綺麗。そしてね富士山が見える。ほんと湘南でサーフィンするの人生で4回目、3回目とかそんぐらいなので、なんか日が出る位置もいつもと違うし、てか千葉北と違くて、なんかすごい不思議な気持ちというか楽しいです。で、結構混んでるんですけど、ここしか割れてなくて、ちょっとフリーで乗れるとき狙って何本か頑張って乗りたいと思います。で、サイズもね結構胸肩ぐらい、セットでは肩ぐらいの入ってくる感じで、セット感は長いんですけど、いやーすごい綺麗だな。おー割れてる。セットはねめちゃくちゃ綺麗にブレイクしてます。すごい。おー、ちょっとねシュアブレイクが恐ろしいけど、ということで、今日はちょっと混んでるので何本も乗れないかもしれないんですけど、とりあえず乗れたら走りすぎないように意識するのと、スタンスの部分もちゃんと意識してテイクオフできるように頑張りたいと思います。コメントでも教えてもらったんですけど、やっぱ手を離すのが遅かったり、ちょっとレールをね掴み気味だったりするので、ちょっとそちらを意識してやっていきたいなっていうふうに思ってます。ということで今日も楽しくサーフィンしていきたいと思います。行ってきます。Dance floor singing, give me love and give.
it, I'ma give it to you G straight. NML beat slam, I'm not a human being. Ballin' like Kareem, sippin' on codeine. I lean with it, rock with it, got coke dreams. 1本ね、いいの投げた。波をね、自分がたまたまいいポジションにいるっていうのが本当いいですね。さっきはなんかセットでね、本当にたまたまいい場所にいて乗れたって感じだったので、結構人もいるんで、まあ、ちょっとその自分のとこに波が来るのを願って波待ちしたいと思います。いやでもめっちゃ綺麗、富士山がすごい。出過ぎちゃったんだけど、ちょっと半歩後ろ足を下げたらすごいなんかねグイーンって曲がって、なんかいい感じに乗りました。いやめちゃくちゃ乗りやすい。本当はだんだん歩きやすくなってきた。やっぱ潮が上がってるから。でもたまに入ってくるといい感じです。はい、お疲れ様です。いやーもう今日はねめっちゃ楽しかった。ほんと行ってよかったです。で朝も言ったんだけど、そう昨日も実は湘南行ってて、でもちょっとね態度のタイミング潮のタイミングとかで割れづらかったり、あんまり良くなくて全然乗れなくて、あちょっと悔しいなと思って、しっかり朝の潮が引いてるタイミングで行こうと思って、まあ、今日ちょっと今から用事あるんで時間も急遽だったんですけど、本当ね朝からもう一発行けていい波乗れて本当に良かったです。で最初はやっぱ潮も引いてて、太もね胸肩とかそんぐらいのが入ってきてて、本当1個のセットで 3,4 本入ってくる感じだったし、セット間もそこまで長くなかったので何本かセットも乗れて、で徐々にやっぱり潮が上がってきてセットの本数も減ってきたし、なかなか割れづらくなってきちゃって乗れなくなったんですけど、まあ、ちょっと昨日の教訓を経てやっぱ波があるうちにしっかり乗らないとダメだと思って、最初の方集中してサーフィンできたので本当にねいいの乗れてよかったです。いやー本当行ってよかった、まあ、今ちょっと帰りなんでソロショットとかこの GoPro の映像を見れてないので、ちょっとどういう感じかっていうのはいまいちわかんないんですけど、今の、まあ、ちょっと自分的には今日はしっかりね足もなんか決まった感じがして、ちょっと後ろ足がやっぱりどうしても前に出ちゃったなって感じはちょっとあったんですけど、乗ってる途中でちょっと後ろ足下げてなんか調整したりとか、いい感じにパワーゾーンに戻れたりとかしたので、まあ、とりあえずはまあ本当ロングレイド気持ちよくできたんでよかったなって思います。いつもと違うポイントでサーフィンするだけで本当に楽しかったし、やっぱ緊急事態も明けたんでね、ちょっといろいろこれからさすらいながら楽しくサーフィンしていけたらなってめっちゃ思ってます。
ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。次回の動画もお楽しみに。I'ma give it to you G straight. NML beat slam, not a human being. Ballin' like Kareem, sippin' on codeine. I lean with it, rock with it, got coke dreams. Boom, back, boom in the trap, we're trapped.